いよいよ優勝戦となります。今日は途中ほんの少しパラッとくる時間帯もありましたが、おおむね恵まれたコンディションで最終レースまで来ました。ハンデゼロ、久々優勝へ千載一遇のチャンスといえる岡山由紀、 20m 阿部剛、青木春近、高橋義弘、 30m は中山光、小林瑞希、金谷滝明、中村雅人、以上の8名による対戦です。ここは1番人気を背負いました。岡谷美幸1番人気、今年これが2度目の優勝戦進出となりました。10秒前、優勝戦の発走でございます。5秒を切ります。3秒前、第12レース優勝戦スタートしました。ハンデゼロの岡谷、いいスタートを切りました。そして20メーターラインでありますが、青木はスタートにした。内側から阿部剛、さらには高橋の順、中山光が青木を叩いて4番手スタートを決めています。さあ、颯爽と阿部を捉えたのは高橋であります。3番手阿部、外から中山光、俊敏に立ち回りまして3番手の阿部に並びかけようとしています。競争は2周目に入りました。さあ、岡谷が握る、岡谷が握る、2番手には高橋、3番手には中山、内をついて小林瑞希、現在4番手、さらにはさばいてくる中村雅人が加賀谷の前に上がりました。この3、4コーナーでは加賀谷と中村が並ぶ格好だ。残りは4周回、先頭は岡谷美幸、まだまだ20メートルのアドバンテージがあります。高橋が2番手の位置。さあ、最終ハンデから5番の中山、左右長ついて小林瑞希、一気に突き抜ける3、4コーナーのカーブ、両選手大競りになっている。もう一度高橋、左右長ついて中村も下がる。残りは3周回であります。2番手の争いはここで中村がうまくさばいてまいりまして、各選手にマットをかける体勢になりましたが、先頭は岡谷美幸、まだ 20m のアドバンテージがあります。さあ、ここからどこまで間隔が縮まるか。中村2番手の位置、残りは2周回、終盤戦であります。岡谷が逃げる、岡谷が逃げる、中村が2番手の位置、小林瑞希は3番手という体勢になりました。4番手は高橋、中段5番手が中山光であります。まだまだリードがある。1番の岡谷が逃走体勢を作り上げまして、残り1周のブルーフラッグを通過しました。さあ、中村が接近、しかし先頭2番手まだ、ゴーっと、ここで1番の岡谷がやや滑ってしまいました。さあ、中村が来ている。3番手は6番小林瑞希、最終コーナーを岡谷がクリア、岡谷がクリア、外から中村迫っているが、1番の岡谷の逃げ切り、およそ2年ぶりの優勝、岡谷美幸逃げ切りました。チャンスをものにしました岡谷。最終周回2コーナーでほんの少し滑って間隔は縮まりましたが、中村雅人を最後まで抑え切りましての優勝ゴール、通算5度目の V、中村小林と続いていました。